はい、谷口織城さんの銀鱗光学サイズが13センチです。お願いします。はい、よろしくお願いします。今年の、銀鱗光学、大型化を狙って作ってみました。この銀鱗光学、銀の浮きがとても素晴らしいです。白地に噛んだ銀は、本当輝いた、そういった、銀鱗の浮きをしています。この横の、銀も素晴らしいですね。際は丸染めの、際になってくると思います。やや頭は坊主気味なんですが、僕は坊主が大好きです。坊主の尻刈りが大好きです。こういった鯉は飽きのこない、鯉になってくると思います。はい、もうあんまり気にならないですね、坊主。そうですね、もうギリギリのラインですが、この頭の軽さが将来魅力的になってくると思います。はい、そして銀の吹きも非常にいい。そうですね、毛糸なんかね、しっかりした、そうですね、兄弟すべて見えるんですが、しっかりした銀を吹いています。お腹の方まで吹くような、銀をしていますので、期待できると思います。はい、いかがでしょうか。谷口織城さんの銀鱗光学、サイズが13センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。